関係演算とインデックス。おはようございます、マサルです。今回はデータベースの分野から関係演算とインデックスについて一緒に勉強します。それでは始めていきましょう。平成30年春、問い65、関係データベースの操作 A から C と関係演算の適切な組み合わせはどれか。 A、 指定したフィールド列を抽出する。 B、 指定したレコード行を抽出する。 C、 複数の表を一つの表にする。あ、い、う、え、どれが適切な組み合わせでしょうか。それでは正解の発表です。正解はうが正しい組み合わせです。それでは解説していきます。この問題は関係演算に関する問題でした。関係演算と聞くとすごく難しく感じますが、関係演算とは関係データベースを操作するときに用いる演算のことを言います。つまりどんな操作をするのかということですね。 IT パスポート対策として覚えておきたい関係演算は3つ、選択、遮影、結合です。一つずつ見ていきましょう。まずは選択です。選択は表から特定の行を取り出す操作です。例えばこの表から社員番号001の行を取り出す操作が選択です。次は遮影です。遮影は表から特定の列を取り出す操作です。列とはこのような縦の情報です。例えばこの表から氏名の情報を取り出す操作が遮影です。次は結合です。結合は複数の表を一つにする操作です。この社員表と役職表を結合して一つの表にする操作のことを結合と言います。関係演算と聞くととても難しく聞こえますが、操作内容自体は簡単ですよね。それでは問題を見直してみましょう。関係データベース操作 A から C と関係演算の適切な組み合わせはどれか。 A、 指定したフィールド列を抽出する。 B、 指定したレコード行を抽出する。 C、 複数の表を一つの表にする。正解はう。 A の操作が遮影、 B の操作が選択、 C の操作が結合です。それでは次の問題です。平成30年春、問い86。 DBMS におけるインデックスに関する記述として適切なものはどれか。 A、検索を高速に行う目的で必要に応じて設定し利用する情報。 E、 互いに関連したり依存したりする複数の処理を一つにまとめた1体不可分の処理単位。 U、 2つの表の間の参照整合性制約。 A、 レコードを1位に識別するためのフィールド。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はあ、検索を高速に行う目的で必要に応じて設定し利用する情報のことをインデックスと言います。それでは解説します。この問題では DBMS とインデックスという言葉が出てきました。まずはこの2つの言葉の意味から説明します。 DBMS とはデータベースマネジメントシステムの略で、言葉の通りデータベースを管理するシステムのことを言います。こちらの図を見てください。ユーザーが SQL を使ってデータベースに命令を送ります。データベースは複数の表を管理しており、その表の中からデータを操作するのが DBMS の役割です。 DBMS はデータを操作してその結果をユーザーに応答します。次はインデックスです。インデックスとは検索を高速に行うために必要に応じて設定する情報です。例えばこのデータベースの中で住民番号のデータを表で管理しているとします。その場合住民番号を使って情報を検索することが多くなりそうですよね。もしインデックスを設定していない場合、すべてのデータを検索することになり検索に時間がかかってしまいます。
インデックスを住民番号の列に設定しておくことで、データベースは住民番号の列を効率的に検索することができるようになり、検索を高速に行うことができるようになります。では問題を見直します。平成30年春、問い86、 DBMS におけるインデックスに関する記述として適切なものはどれか。正解は、あ、検索を高速に行う目的で必要に応じて設定し利用する情報。その他間違い選択肢は説明すると長くなってしまうので紹介だけします。イの選択肢はトランザクションに関する記述、ウの選択肢は外部キー制約に関する記述、エの選択肢は主キーに関する記述です。主キーに関しては過去動画でも説明しましたよね。トランザクションや外部キーに関してはまた別の動画で説明する予定です。ここでブレイクタイムです。今回の勉強内容を少し掘り下げてみたいと思います。今回はデータベースエンジニアとは何かという話をしてみたいと思います。エンジニアの種類の中にはシステムエンジニアとかネットワークエンジニアとか様々な種類があります。ではデータベースエンジニアとはどのような仕事をするのでしょうか。データベースエンジニアが行う仕事の一つがデータベースの設計です。データを効率よく保存できるようにデータベースの構造を設計します。例えばユーザーの情報や注文履歴などをどのように整理して保存するかを決めたりします。次はデータの管理とメンテナンス。データベースが常に正常に動作するように監視して必要に応じて修正やアップデートを行います。さらにはデータのセキュリティ対策も大切な仕事です。大切なデータを守るためにセキュリティ対策を行います。不正アクセスを防止するための仕組みを導入したり、ユーザーの権限を管理したりします。あとはデータの最適化と言われる仕事も大切です。データベースのパフォーマンスを向上させるために最適化を行います。例えばさっき勉強したインデックスの設定などが該当します。最適化することでデータを効率的に利用することができるようになります。最後にトラブルシューティングという仕事もあります。データベースに問題が発生した時にその原因を突き止めて修正します。ログの解析やエラーメッセージの対応などが該当します。データベースエンジニアの仕事はあまり目立たないものですが、私たちが普段使っているアプリやウェブサイトには欠かせない存在です。データを安全かつ効率的に管理することでデータベースエンジニアはビジネスやサービスを支えてくれています。それでは最後に復習しましょう。平成30年春、問い65、関係データベースの操作 A から C と関係演算の適切な組み合わせはどれか。 A、 指定したフィールド列を抽出する。 B、 指定したレコード行を抽出する。 C、 複数の表を一つの表にする。正解は U、 操作 A が遮影、操作 B が選択、操作 C が結合です。次の問題、平成30年春、問い86、DBMS におけるインデックスに関する記述として適切なものはどれか。正解は、あ、検索を高速に行う目的で必要に応じて設定し利用する情報です。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋が運営するオンラインコミュニティでは一緒に勉強する仲間を募集しています。チャンネルメンバーシップに登録すると Discord で行われるオンラインコミュニティに参加できるようになります。詳細は概要欄をご覧ください。オンラインコミュニティでは勉強だけではなく横のつながりが作れるような様々なイベントを用意して皆さんが楽しく成長できる機会を提供しています。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。